道路工事で露出したマンホールマンホールは地下の下水道、暗渠、埋設された電気、通信ケーブルなどの管理を目的として作業員が地上から出入りできるように地面に開けられた縦穴である。マンホールという語はマンとホールを組み合わせた語である。アメリカ・カリフォルニア州のサクラメントでは1990年以降マンホールの公的な名称として メンテナンスホールを使用している。日本語では、セガナ、人向といった訳語があるが、建設業界や観光庁を除きあまり用いられていない。電気、通信に関するものでは、大型のもののみをマンホールと呼び、それより小さいものは、ハンドホールと呼んで区別している。類似するものには、クバックスがある。マンホールの不真実の口は、 古代ローマの下水管マンホールの蓋であったと言われる。マンホールは地表開口部を有するものであるが、蓋の有無音はない。しかし、通常、マンホールの開口部には、人が誤って落ちないように蓋がしてある。マンホールの蓋は、風で飛ばされたり、盗難されたり、勝手に開けて、中に入られたりするのを防ぐ目的、また、上に車両などの重量物が乗っても耐えるために、 鉄で作られている。中鉄のものが多い。形状は円形が多いが、これは蓋が穴の中に落ちないようにするためである。また、大量の雨水が管内に流れ込んできた時に空気の逃げ場がないと蓋が飛んでしまうためあらかじめ蓋にはガス抜き用の穴が開いている。蓋の表面は車などが通行する場合に滑ることを防止するため、凸凹ココがある。 単なるデコボコではなく、衣装としての文様が描かれていることが多い。管理者が自治体の場合、その自治体の花や郷土芸能などの様子が描かれていたり、支障が入っている。ペンキ等で彩色されている場合もある。電気、通信用のものの場合、重要用途のものでは蓋に鍵をつけて、下水道用等の蓋を開けるのと同じ金具では開かないようにしているものもある。日本では、 1> 約1500万個ある下水道用の蓋のうち約300万個が国の定める標準採用年数を超えており老朽化が懸念されている。東北地方太平洋沖地震時に液状化現象により浮き上がってしまったマンホール点の際、マンホールの蓋は滑りやすくなるので、この上に足を乗せると転んだり、オートガイや自動車のタイヤがスリップして事故を起こしたりすることがある。 元プロオートバイレーサーで交通心理学者の山口忠志藩によるとオートバイのライダーにとってマンホールの蓋は静天時であっても基本的に避けるものである下水管に配電設備が併設されている場合マンホールに漏電してこの上を歩いた人間が感電死した事例も存在する大雨によって下水道に大量の雨水が流れ込んだ場合下水道内の圧力が 高まりマンホールが吹き飛ぶことがある。最近では圧力を逃がすように改良されたマンホールの蓋が採用されているマンホールもある。マンホール内部にはガス等が溜まることがあり、そのためマンホール内部での作業のために中に入った作業員が酸欠やガス中毒等の症状に陥り、最悪の場合死亡することもある。こういった事態を回避するため、 マンホールに入る際には事前にガス検知器等で内部の状態を確認することが必要だが必ずしも徹底されているとは言い難く現在でも年に数件程度の事故が発生しているメタンの発生やガソリンアルコールなどが流入し気化してしまい設備内の配電設備の漏電等で引火し爆風で蓋が飛ぶ事故が発生することがあるなお韓国では 赤いマイナス15系戦闘機が機体整備のために陸上を牽引され移動中にマンホールの上を通過したところその蓋が落ちて左翼が地面を吸ってしまい破損する事故が発生したことがある。降雪地域の圧雪路ではマンホールにより道路上で極端な段差が生じ思わぬ事故を招くことがある。下水管を流れる生活排水の水温は風呂や食器洗いなどにより 摂氏10度を超えることがあり、その暖気で圧雪路にあるマンホールの蓋状部分の雪が溶ける。北海道札幌市の例によれば、マンホール直上の圧雪路が溶け、周辺の圧雪路との段差が30から40センチメートルのくぼみになることもあり、自動車のハンドルが取られる、歩行者が転倒するきっかけとなる。モンゴルなど社会福祉が不十分な国では、 保護者を失ったり家出したりした子供が、うろうしのげる、地下校に住みつき、マンホールチルドレンと呼ばれることがある。ABCD マンホール水資源機構 AB、一生分類定義カード、特許庁。2019年7月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年7月30日閲覧。マンホールズバイアナザーネーム。ザ・ニューヨークタイムズ。 1 u 24, 1990, アクセストディセンバー 19, 2008, 山岸 2018, 厚生労働省労働基準局安全衛生部、労働衛生課長、酸素欠乏症等災害発生状況等の分析について、安全衛生情報センター、中央労働災害防止協会、2006年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2007年1月27日へ閲覧。128億円の F15 系がマンホールに落ちた日から、朝鮮日報、2007年2月20日。冬道に、マ、ま、ノマンホール車破損や人けが、札幌市、断熱まだ半数。北海道新聞同心ウェブ、2017年3月4日、時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月4日へ閲覧。清水哲郎。 モンゴルを取る隅々まで豊かな自然や変化する人々の姿写真で伝える日本経済新聞長官2017年12月28日ありがとうございます